次に田村隆明君。はい、委員長。日本共産党の田村隆明です。森林間伐特措法の改正案について質問をします。この法律は森林間伐を進めていく上で大事な役割を担っており、これまでの法定交付金などの支援措置については必要だと考えています。しかし、今回新たに盛り込まれた特定植栽促進事業については、環境面においても CO2 の吸収源対策としても問題があります。したがって、我が党として特定植栽に関する規定を削除することを提案します。まず、法案14条2項4号の特定苗木を植栽する土地、山についてであります。この立ち木の伐採については、標準伐期なのか、種伐なのか、卓伐なのか、どういうやり方をするんですか。また、伐採面積には上限があるのかないのか、お答えください。本郷長官。お答えをいたします。第14条第2項第4号に規定する特定苗木を植栽する土地の上にある流木の伐採につきましては、卓伐も皆伐も想定されるところでございます。伐採方法や伐採面積の上限など、森林専用の規範につきましては、森林法に基づき、市町村森林整備計画や保安林における指定専用要件において定められているところでございまして、特定植栽のための伐採をする場合であっても、これらを遵守する必要があると考えております。田村隆明。上限。本郷長官。はい、今申し上げましたように、この上限等につきましては、市町村森林整備計画に定められているもの、あるいは保安林における指定専用要件として定められているものがございます。これを遵守するということでございます。上限ないということですね。田村隆明君。上限ないということですよね。デクの時の説明と全然違いますね。ずっと種伐、種伐って言って、担当者の方、言ってこられましたよ。これは一定量取らないと植林できませんよね。で、事業としても成り立ちませんよね。じゃあ今回のこの特定植栽促進事業というのは、その森林の本数密度を調整していく、木材の切り出しは別に前提としないということで考えてもいいんですか。本郷長官。ただいまご対応しました流木の伐採についてございますけれども、卓伐というのは、卓伐をした後に植え付けるものでございます。また、皆伐については、皆伐の後に植え付けるものでございまして、どちらも種伐というふうに位置づけております。はい、田村隆明君。はい、立ち木がですね、皆伐されるとどうなるのかという大問題があるわけですよ。標準伐期であれば40年から50年は炭素を固定してきたことになります。しかし種伐してなくしていけば、その地域における森林の炭素の固定量は一旦ゼロになります。一方、成長が早いエリートツリーをいくら植栽したとしても、もともとあった樹木と同量の炭素を固定するまでには数十年かかります。この法律はですね、2030年という目標年限に合わせた時限立法であります。種伐をしていけば炭素は逆に増えるということになるのではないでしょうか。いかがですか。野上農水大臣。森林吸収量は種伐を行った場合でも、生産される木材を建築物等に利用していくことによりまして、木材生産による炭素貯留量を森林吸収量に計上することになっておりまして、この木材利用を進めていることが重要と考えております。また種伐後に成長が早く、二酸化炭素の吸収効果の高い特定苗木を用いた再造林を行うということは、これ長期的には森林吸収量の増大にもつながるものと考えております。このように木材利用ですとか再造林を行うことは、大気中の二酸化炭素の吸収固定を増大していくということにつながるものと考えております。田村隆明。そこにあった立ち木を皆伐してしまったら、それはいくらエリートツリーでも数十年かかるから、2030年目標には間に合わないじゃないかと、これは誰でも分かる議論なんですよね。そして、
大臣は木材利用というふうに言われました。木を切ればですね、木材伐採、木材加工製品となる部分はあります。しかしですね、廃棄される部分もあります。また、発電等で燃焼されて CO2 を出す部分もあります。このプラスマイナスをちゃんと見極める必要があります。資料をお配りしています。1-1、これはですね、農林水産省から出してもらった数字なんですけれども、ちょっと分かりにくいので、裏にですね、解説の資料も出しています。上の表が目標値、そして下の表がですね、1990年以降のトレンドにおける実績値であります。この下の表をご覧いただきたいと思います。建築が、これはもう木材加工の大半を占めるんですけれども、建築については、イン、すなわち着工がですね、アウト、すなわち解体や廃棄より下回っています。その他の木材製品についても、インよりアウトの方が大きいわけであります。木材加工品の大部分というのは住宅でありますけれども、新規住宅着工件数、これは減少傾向でありますよね。そしてコロナ禍の今、さらに低迷しています。こういったことを考えていけばですね、木材加工、伐採加工品、これを吸収源として捉えるのは、根拠が非常に乏しいと言わざるを得ません。この法案は2030年を目途としており、あと9年ではエリートツリーの吸収源にカウントしたとしても、これ、魔石に合いません。造林未採地、たくさんあるわけですけれども、この造林未採地に植林するならば、まだ話は分かりますけれども、処罰とセットで推進することには問題があるんじゃないですか。続いて、樹木の成長と炭素貯留量の考え方についてお伺いしたいと思います。杉やヒノキの寿命は200年から300年と言われています。寿命ですよ。植物として成熟するのは150年前後と言われています。現在の標準伐期は50年と言いますけれども、森林生態学では、森林の成長は林齢とともに低下せずに持続するというのが、今、理論の主流となりつつあります。森林総合研究所の正木隆企画課長さんが雑誌山林でこのように指摘をしています。資料2をご覧いただきたいと思います。農学博士の藤森孝夫先生の著書、林業が作る日本の森林、この本にある森林の発達段階に応じた機能の変化のグラフであります。森林の発達段階、成長段階は50年から150年、老齢段階、この老齢段階150年以上であっても、森林生態系の炭素貯留量が増加している、このことを示しているわけであります。そこでお伺いをしますけれども、温暖化防止にはですね、ただ吸収量を高めることだけに着目するのではなくて、炭素の貯蔵量を高めることも同時に見ることが必要ではないでしょうか。林業の成長産業化ということで、政府は炭伐期皆伐、この方針を取り続けていますけれども、温暖化対策との関係においては、切らずに森林の体積をなるべく維持することが今、重要だと考えられませんか。いかがですか。野上農水大臣。森林の成長量は、例えば平均的な杉人工林ですと、3、40年生前後にピークとなりまして、吸収量につきましても弱齢林の方が高い傾向にあります。仮にこの老齢段階の森林の吸収量が一定程度あるとしても、この傾向は大きく変わらないものと考えております。で、このため将来の森林吸収量の確保に貢献するために、当法案によりまして、間伐等の着実な実施ですとか、処罰後の成長に優れた苗木による再造林を促進することが重要と考えているわけであります。で、さらに木材は二酸化炭素を固定するとともに、他の資材と比較をしますと、製造時のエネルギー消費が少ない省エネ素材でありまして、森林資源を持続的に循環利用していくことで、これは2050年のカーボンニュートラルの実現に貢献していくものであると考えております。田村孝明君。そうです。菅首相が2050年のカーボンニュートラルを宣言したんです。でもね、今、この熱い焦点はですね、2030年の中間目標ですよ。
この特措法だって2030年じゃないですか。2030年に向けて温室効果ガスをいかに削減させていくかということであります。超罰金、多干罰の施行というのが最善の方策であると考えますか、違いますかね、いかがですか。本郷長官。お答えを申し上げます。今お示しになられました森林林業基本計画に基づきまして、森林の公益機能を発揮しつつ、森林の成長産業化を図るということで、木材の生産を行いつつ、森林の公益、吸収量、そういうものも高めていくというような取り組みを行っているところでございます。間伐を続けていくということも重要でございますし、木材の需要に応じて木材を生産するということが日本の国の林業、森林林業にとって必要なことと考えているところでございます。田村隆明。2030年目標値に対してどうなのかということなんですよね。大臣、先ほど木材加工がですね、非常に大事だと言われました。私、これ資料ですね、ちゃんと説明してもらって、その上で、こういう現実があるなということで今日わざわざお配りしてるんですけれども、建築においてもですね、その他の木材利用においても、これはコロナの前からこういう傾向なんですよ。そしてコロナ禍の今ね、やっぱり今家建てるのはそれは低迷しますよ。そして木材加工というのはこういう傾向にある中でね、やはりここに活路を見出すといっても、それは限界があるんじゃないですか。だから主罰はやっぱりやめるべきだと思います、こういう現状から見ても。大臣はここの木材加工で吸収量を増やすというけども、現実はそうなっていないということについてはどうお答えになりますか。大臣。大臣、さっきの答弁。本郷長官。木材の、まず2030年の目標についてでございます。もう2030年の目標については、これまでも森林の間伐を適切に行い、2030年の目標を達成するということでございます。その木材の生産を需要に応じてしていくという中で、再造林をきちっと進めていくことは、さらにその先の長期的な観点からですね、進めていく必要があろうと考えております。今回再造林を行うにあたって、特定難易を植えることを促進し、その長期的な吸収量の確保に努めてまいりたいというふうに考えております。また木材につきましては、今申し上げましたように国産材の需要に応じて供給をしていくことが大切だというふうに考えておりまして、木材の二酸化炭素をきちっと固定したものをですね、都市にあるいは町に第二の森林として維持をすることによって、森林における吸収蓄積と、さらに都市における木材の蓄積を合わせていくことによって、吸収量を増やしていきたいというふうに考えております。田村高橋。何十年先の話をしてるんですかね。これ時限立法でしょ。そういう話をしてるわけですよ。今吸収量を維持し、そして高めていかなければならないということですよ。皆伐してしまったらその途端にゼロになっちゃうんですよ。木材加工に回してもこういう状況があるんですよ。そこを踏まえないといけないって言ってるんです。それから林野庁の資料にある自然的社会的条件の良い地域というのは、これはもう生産性の高いところで、保安林も含まれるというふうに理解しています。保安林含まれますよね。で、この尾根筋や谷筋といった保安林を含めて種伐してしまえば、これは炭素の放出だけではなくて災害防止、水源関与、こうした公益的な機能が損なわれるのではないかと思いますが、いかがですか。野上農水大臣。森林の有します公益的機能を持続的に発揮させるためには、立地条件に応じた適切な栽培が行われることが重要であると考えております。このために森林法に基づきまして、今お話のありました保安林につきましては、指定目的に沿った指定、施行要件を定め、
さらにその法案を含む森林全体につきましては、森林計画体系の中で、産地災害防止機能の発揮など、まあ、森林が求められている機能に応じてゾーニングを行うとともに、尾根筋や谷筋に保護樹帯を設けるなど、伐採方法等の規範を定めております。これに基づいて都道府県市町村が適切な指導を行うこととしているところであります。田村貴昭法案林、そのですね、伐採の上限は20ヘクタール、これ、海抜も可能であります、日本においては。ドイツではすべての州で最高2ヘクタールまでしかですね、海抜を認めていません。日本の規制は非常に緩いと言わなければなりません。日本は森林の半分は保安林です。水源寛容林がほとんどであります。そもそも保安林は種伐の対象に入れてはいけないのであります。これ、計画から外すべきであります。続いてですね、災害との関連について質問をします。資料の3をご覧いただきたいと思います。台風19号海抜後で崩落多発、毎日新聞2019年12月17日の記事であります。過去の豪雨災害でも海抜とみられる跡地から土砂が崩落したケースが多発していることを、この毎日新聞は報じています。おととしのですね、台風について、それから死者・行方不明者42人を出した2017年の九州北部豪雨、毎日新聞の調査によると、伐採届を分析したら、15年の4月から災害までの399件中、129件が海抜だったと、そして林業目的に見られる1ヘクタール以上の海抜跡地12件については、国土地理院が豪雨直後に公表した航空写真と照合したら、10件が土砂崩れが起きていたということで、非常にリアルな事実であります。災害と林業というのは密接に関わっています。海抜が土砂の崩落を引き起こして、川床の上昇を招いて、甚大な被害を河川流域に及ぼしている、このことをしっかり認識されているでしょうか、林野庁は。そして昨年の7月豪雨での熊本県の球磨川、一昨年の台風による宮城県丸森町、こうした個別の事例で検証はちゃんと行われているんでしょうか、いかがですか。本郷長官。お答えをいたします。近年、地球温暖化の影響もあり、記録的な豪雨や台風による土砂流出や倒木等の産地災害が多発しております。平成29年の九州北部豪雨などの記録的な豪雨による災害の発生メカニズム等について、専門家による検証においては、森林の機能を大きく超える自然の力が働いた結果、発生したものと報告がなされています。このように、海抜地であるか否かにかかわらず災害は発生するということでございますけれども、伐採にあたってはですね、適切な方法を取るべきと考えております。伐採が無秩序に行われることは適切ではないと考えておりまして、森林法に基づくさまざまな規範、市町村森林整備計画の中で、立てられている伐採方法を遵守すべきというふうに考えております。この森林については適切な整備などを行うことが重要であって、危険な箇所については谷止め工による継承勾配の安定や山脚の固定を図るなどの対策が必要であり、また頻発する河川の決壊などの洪水被害に対して、流域全体での治水対策を進めることにより、被害の防止軽減を図っていく必要があると考えており、上流の森林が有する国土保全の公益的機能の発揮が重要であると考えており、しっかり取り組んでまいりたいと思っております。田村貴昭。いろいろ言われましたけれども、答弁の中で、森林の機能をですね、超える大きな力が働いていると、そうなんですよ、気候異常なんですよ。異常気象によって、まさに深層崩壊までですね、雨が降ると、こういう事態の中で、一層森の機能というのは守っていかなければならないんじゃないんですか。それを、私、九州ですけれども、もう各地にですね、丹波期海抜主義で、ハゲ山がいっぱいあるわけですよ。で、そこが大雨が降ったらどうなるのか、想像を超える土砂崩れが起こるわけですよ、起こってるわけですよ。そして、
河川の流域住民に対しては甚大な被害が起こっていると検証基準も出てるじゃないですか。だからここを大事にしなければいけないって言うんですよ。政府はこの間林業の成長産業化のために丹波期海抜主義の制御を後押ししてきました。災害時に海抜跡地で崩落が多発している現実があるわけであります。このことをしっかりと顧みなければなりません。炭素の固定量を最大化するためには超伐期多間伐の制御が最善の策であります。この制御への支援をもっと強めるべきではありませんか。そのことを強く要求して今日の質問を終わります。次に。